つも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 HK ワールド HK です。はい、どうも。はい、全然なんねえなはい、というわけで、はい、今回もね、ちょっと新しいプロジェクトをやっていこうと思ってこの動画を撮っております。はい、さてそれは何かというと、はい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 、はい、これです手がうるさいねはい、というわけで、今回ね、この P90、はい、これをねちょっといじっていこうと思っています。はい、そしてね、今回この P90 を何をどういじっていくか、はい、それはね DSG、 はい、 DSG をねやっていこうと思ってます。はい、 DSG と、まあ、あと基本的に電子トリガーやっていきます。はい、 HK ワード、 HK してはね、もう電子トリガーバカなんでね、はい、なんでもかんでも電子にしちゃうっていうね。はい、というわけで電子トリガーにしようと思ってます。そして電子トリガーどれにしようかと思う、今実はまで悩んでおります。はい、T238 かペルン ETU プラプラか、これどっちかにねしようと思ってんですよ。まあちょっとね今悩んでるんで、この動画がね、完成して公開する頃にはちゃんとサムネがね、あのこのどっちかに置き換わってるんで、はい、だからこっち用と、こっち用、はい、両方作っときます両方取っときますはい、まあちょっと作る過程で、どっちが最適かなっていうのをねちょっと見ていきながら、ね、T238 ペルンかをね考えていこうと思ってます。はい、あ、なので、この T238、実はねこのジェネラルバージョンをね使っていきたいと思ってます。はい、なので今回の多分見どころとしてはこのね、セクター検知用のこのスイッチをね付けられるかどうかっていうところですね。まあ多分今のところね大丈夫かなと思っているんで、うん、まあこれさえ付けられればね、まあどっちでも、あの選択肢はどっちでもいいと思っているので、うん、配線のね、パターンは一緒なので、はい、まあ、どっちしようかなって悩んでいるところでございます。はい、じゃあ早速やってみよう。はい、じゃあね、さて今回犠牲になるのははい、東京丸一星 P90 でございます。TR ではないですね。はい、なので、まあ、いろいろとね、なんか噂に聞くと、不具合とかね、球団不良とかね、なんかそんなのいろいろ抱えてる機種だそうです。はい、まあ、僕はね、今回初めて丸いのね、P90 を開けるので、まあ、よく知らんのですけども。はい、というわけでね、このね、P90 をね、やっていこうと思います。まあ、ただね、事前にね、ちょっと情報を調べた限りだと、これなんかすっげえ簡単なんだってね、バランスをね。なんかね、ここだっけ？あ、ほら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 、うわ、すっげえ、アンタッチだくよ。へぇー、P90 ってすごいのね、これね。だって、バレル交換とかさ、チャンバー交換とか超楽じゃん、これ。すごいね。ワンタッチでしょ。で、確か後ろもさ、なんか簡単に開くんでしょこれ確かね。というわけでね、まぁ、ちょっとね、今回もね、ちょっとゴニョゴニョね、やっていこうと思ってますので、ちょっとしばらくね、お付き合いいただければと思ってます。はい。じゃあね、ちょっと開けてみましょう。はい。ちょっとね、これバッテリースペース結構広いからさ、こういうね、結構ね、大電流のね、バッテリー入れられるんだよね。まぁ、ちょっとね、入れて試してました。さて、ね、どうやって開けんだろうね。このね、スリングスベイルが、どうも邪魔してる可能性があるので、これをちょっとまずは外しておきましょうかね。よいしょ、これ外して。よーし。で、これを、はいよっと、オッケー。はぁ、こうなっとんだよね。へぇ、なんかね、どうだったっけいや、あのね、また、いつものごとく、何も見ずにやっております。はい。なんかね、見ながらやんのね、綺麗なんだよね。なんかね、引っ張り出せんだよね、確か。こう、ガッシャーンって。あったあった。ここに、ネジが2本隠れてる。これ外せば、多分いけんだよね。よっ。よっ。はい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 。よーし、そんじゃね、ここ外したので、後ろのこれが多分、外れるんじゃ、あれ抜けんじゃね。あー、よっしゃ、来た。よし、これでね、多分抜け、おー、すっげー。簡単に抜けたよ。あー、よくできてますね。もう早速、メカボとご対面でございますと。なんか怒ってきたね。これなんか外れやすいから、後でちょっと止めようかな。よし。
じゃあ一旦ちょっとおさらばして、はい、よっしゃ、じゃあメカボ5体目でございますと。はい、ちょっとねピストンが途中で止まっちゃってるね。これいつものあれ効くのかな。これをさ、こうぶっ込むと、よいしょ、あ、ダメだもっと長いので押さないとダメなんだ。あんまやりたくないけどこれでいくか。せーの、あー、よし、できたできた、オッケー。これをやるとね楽なんでね、外すときね。こうなっ、あ、すごい、これ何、分割なの。テクタースパーとベベルとの間でなんか分離してんだねこれ。面白い構造だなぁ。さあ、なんかクリスがすっげー汚いんですけどこれで、基本的に EG、これは線だね、きっとね、色からしてね。あー、なるほど。なんかせっかくいい仕組みしてんのに、モーターは、これ、中に収まっちゃってんだね。はっはっは。だから、ここを下をばらさないと、モーター取り外せないんだ。なんか、バージョン3みたいにね、簡単にモーターが外れるわけじゃないんだね。はあ、なるほど。なんか若干残念な仕組みですね。これが、こう。じゃあね、これなんかね、特殊な結構仕組みになってるっぽいね。トリガー、ああ、なるほど。こうなります。オート、セミ、オート、ああ、なるほど。これが AUG モードってやつだ。あー、なんかね、T238 にあるんすよ。なんかね、ちょっと引くと、単発、奥まで引き込むと、フルオートみたいな仕組みがあって、多分、それこれ、もしかして。オンになるのは必ずここ。で、これがあれでしょう。なんだっけ、カットオフレバーでしょ、これが。このトリガーの仕組みが、ちょっとよくわかんないっすね。まあいいや。まあ、ばらせばわかるでしょう。よし、というわけで、引き続き、ばらし続行していきましょう。はい。ここをまず開けて、なんかトリガーの仕組みがね、すごい気になるよね、これね。なあ、まあ、要は普通のバージョン3とかバージョン2と、まあ、まるで違うっぽいので、まあ、そこをね、どうやってね、電子トリガーにね、できるかっていうのが、多分今回の最たる課題になるかなと思っております。はい。よし、じゃあこれちょっと、トリガーのユニットだけ、外して、どういう風になっとんのか。まずは勉強するとこから始めなきゃね。ほうほうほう。よーし。よし、オッケー。じゃあちょっとトリガーユニットを取り外せたので、どないな風な仕組みなのかっていうのをね、ちょっと勉強していきましょう。基本的にプラスをコントロールしてんだね。はいはい。それは分かった。こっから、バッテリーからマイナス行って、プラスがこっち行って、いや、こっちでカットオフしたり、フルオートにしたりっていうのを制御してますと。そういうこと？分かった！やっと理解した！あ、これ、セミ用とフルオート用でスイッチが別なんだ。あー、すっげー、これ面白い。なるほどね。だからトリガーの引き代がフルオートとセミで変わるんだ。あー、そういうことか。面白い。これ要はセミだとセミのところまでしかスイッチが動きまん。だからこれがね、これが奥まで行くとフルオートになっちゃいますと。要はこことここが短絡して単純にスイッチが入りますと。ただ、手前で止めておけばセミが動くわけね。手前で止めるとセミが動いて、カットフレバーが動いて、ここがカチャンってスイッチが切れるっていう仕組みなのね。はぁ、なるほど。これよく考えたね。まあ、へえだけどさ、なるほど。あ、ということ、けどさ、これをどうやって電子トリガーに持っていけんだろう。いやー、なんか難しいな。
基本的にカットオフは、あのね、要は電子トリガーにするときは、まずこのカットオフ側の課題が出るんだよね。だからこのカットカットオフは、まあさっきのね、スイッチをどっかこの辺につけてあげればいいだけだと僕も思っているので、まあそれをやればいいですと。だから、で、問題は、電子トリガーはチオンで、スイッチオフでセミ、スイッチオンでフルオートだから、フルオートかそうじゃないかっていうのを、どっかで検知する必要があるんだね。素直にやるんだったら、多分このセレクターレバーの下とかにそういう、なんだろう、検知する機構をつけてあげるのが一番楽なんだろうね、きっとね。そんな気がしますね。カットオフ、よし、ちょっとね考えますわ